オルランド・エンリケベイリオ・メレンデスは、コロンビアのサッカー選手。コロンビア代表。ポジションは MF、または FW。エクスプレソロホとアトレティコナシオナルのユースに在籍した。アトレティコナシオナルで、トップチームに、昇格。2009年2月22日にカテゴリア、プリメーラ A で、スターティングメンバーに名を連ねて、選手初出場。2010年4月8日に初得点。 その後は、出場機会があまり多くなく、2012年1月3日に、ミジョナリオス FC に期限付き移籍。ミジョナリオスでは一得点もできないまま、8月3日に、パトリオタスボヤカに1年の期限付き移籍。その後は、アトレティコナショナルに復帰し、フアンカルロス・オソリオ監督によって、レギュラーとなった。2017年1月27日に CR。 フラメンゴに250万ベイドルで移籍。2月8日のプリメーラリーガで62分にフェデリコ・マンクエイジョに代わって出場し初出場。78分に初得点を挙げた。10月22日のカンピオナート・ブラジレーロセリエ A のサンパウロ FC 戦で全十字人体を負傷しシーズンの残りを棒に振った。2020年7月19日、ホール・ファカンクラブに移籍した。 2016年8月に 2018FIFA フフワールドカップ南米予選のベネズエラ代表、ブラジル代表戦のメンバーとしてコロンビア代表に招集された。両試合では出場機会がなかったが10月6日の同予選パラグアイ代表戦でフアンク・アドラードに代わって出場し代表初出場を記録した。ありがとうございます。